今日はですね、アルペジオでね、なんかオルタネートで弾くの、エコノミーみたいに一方向で降りていくのみたいな、これね、ちょっと明確な答えが僕なりにはあるので、これをお話ししていきたいと思います。はい、こんにちは、バートマンです。僕は国内外様々なアーティストの皆さんとご一緒させてもらったり、駆け込みギターラボといってですね、ギター専用のオンラインサロンを運営しております。概要欄の方にいろいろ書いてますんで、ぜひチェックしてみてください。コロナ療養中4日目です。めちゃくちゃ頭痛がしてきました。ただ声が太ったんで再撮影です。お知らせさせてください。ワンオブラブプロジェクトギグ2022というのがあります。バートマン地上波に出るよってことですね。BS 富士8月13日25時からですね。フジテレビ地上波8月31日26時25分から、放送されます。これどういったライブかというと、夏木マリさんと斉藤信さんが立ち上げたライブイベントで、チャリティーも含んだ上でですね、素晴らしいのイベントなんですけども、これのゲストがまた豪華でですね、上白石萌音さん、グリムスパンキーさん、中井戸チャボ、レイチさん、としろさん、ブラフマンのとしろさんですね、ミス王者さんという、素晴らしいゲストがたくさん出る上にですね、もちろん夏木マリさん、斉藤信さんも出ますし、もうすごい、もう国内でもね、超有名プレイヤーが集まって、でですね、例えば、山市洋一郎さん、川崎哲平さん、松本圭司さん、もうこれもう超、もう売れっ子、メンバーの中に囚われた宇宙人みたいに僕はポツンといるので、応援してください。応援してくれたら、多分うまく弾けると思います。ぜひですね、見てやってください。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、ちょっと俺喋れてるじゃんと言えば、ちょっとね、ぼーっとしてきました。アルペジオをね、やりたいと思います。アルペジオでね、なんか、オルタネートで弾くの。要は、エコノミーみたいに、ダウン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 みたいな感じで弾くの。一方向で降りていくのみたいな。それとも、オルタネートなの？これの質問がやってきましたんで、これね、ちょっと明確な答えが僕なりにはあるので、これをお話ししていきたいと思います。ちょっとこれ役に立つかなと思いますね。じゃあ、やっていきたいと思います。今日はね、お題はこれにしたいと思います。一回弾けなかったね。これをね、やっていきたいと思います。で、僕もアルペジオはめちゃくちゃ悩んだんですよ。なぜかというと、まあ今すごく BPM 自体が時代的に上がっているんですね。ね、例えばこういう世界じゃないわけですよ。このぐらいゆっくりだといいんですけど、なかなか速くてですね、やっぱりその打ち込みっていうのが出てきた瞬間に、まあ、なかなか速いアルペジオを打ち込んでる場合があり、さすがにギターがいるのに、ギターっぽい音が、なんか他からする、キーボードからしてるって変じゃないですか。バンドの中でも。だからギターの人に弾いてもらおうみたいになるんだけど、弾いてもらおうって言っても打ち込んだやつでしょっていう気はしてたんだけど、やっぱりそれに対抗していく猛者たちがやっぱり現れて、全体的になんかやらなきゃいけない雰囲気になってるっていうのも、正直そういう時代があってですね、まあよく考えたもんでした。はい。で、アルペジオ、答えとしてはエコノミーっていうか、一方向もオルタネートもどっちも使うってことですね。でも、テンポによって違うよってことですね。で、エコノミーのいいところはミスヒットがね、かなり減ります。一方向だけ行くやつ、とにかく降りていくときにはダウンだけ、上がってくるときにアップに変わる。これのデメリットは、速くなるとリズムのコントロールが難しいんですね。はい。間の取り方が難しい。なんかね、力んじゃう。なので、オルタネートに変わった方がいい。で、オルタネ
イトの特に利点はアクセントまでつけやすい。ただデメリットはミスヒットしやすい。こうね、こういう風にやってるんでね、手を振ってるんで、この細かい世界で振りながらね、剣飛びをしながら、アルペジオしたり、しかもずっと真ん中の4本だけ弾いてるとかだったらいいんだけど、こういう 5弦ルートのコードだけ弾いてるんだったらいいんだけど、6弦が入ったりとか1弦が入ったりとか、例えばでこういう風に変わったりする瞬間が出てくるとミスヒットしやすいんですよ。ここがね、問題ですね。はい。なので、まあ、どちらも練習しておくというのが、まあ、正解なんですけど、ちょっと、ある程度の分かりやすく基準っていうと、エコノミー、要は一方向ピッキングをするのは、16分音符で、BPM90 までぐらいで考えてるといいかも。90で、16分。これが今90なんですけど、ダン、ダン、ダン。これだとまだ余裕があるけど、やっぱ110ってなっていくと、ちょっと、苦しくなってくるかな。これ以上上がった時には、だから、90を超えた時には、オルタネートに変えた方が、ちょっと今100ぐらいにしましょうか。オルタネートに変えた方が、まだ安定もするんで、2, 3, 4. はい、安定しますね。まあ、とりあえずやってみてください。これね、結構なスピードまでやるんですよ。今、テンポ120の16分で弾きますね。1, 2, 3, 4. ね。結構ね、早いんです。高速なアルペジオ、ぜひ、ね、練習してみてください。というわけで、今日のレッスンいかがだったでしょうか。ちょっと僕はヘロヘロ状態でね、非常にすいません。ちゃんと喋れてなくてね。というわけでですね、このレッスンがお役に立ちましたら、チャンネル登録、コメント、高評価いただきたいんですけど、ちょっと余談なんですが、バートマン、今、執筆中でございます。とある某大手書籍メーカーから本を出すことになりました。今年のですね、冬頃を予定して執筆中でございます。早めにですね、皆さんにご予約できる特設サイトを作りますので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。皆さんにお役に立つ情報バリッと書き込みますんで、ぜひ応援してくださいね。というわけで、今日もありがとうございました。それでは。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。